5月某日、毒生物ハンターの新たな挑戦が突如として幕を切った。やってきたのは沖縄最北端の地、伊平屋島。手つかずの美しい大自然と伝統的な文化が残るこの島で、男はまたしても無鉄砲なサバイバル企画に挑戦する。男はありとあらゆる毒生物に果敢に挑戦し、時に刺され、時に中毒し、免疫を積み重ねてきた。果たして未知の毒生物が闊歩するこの南国の地でも通用するのだろうか。2泊3日危険生物縛りサバイバル in 伊平屋島開幕。さあ、今回の舞台へやってまいりました。沖縄最北端の島、伊平屋島です。これから2泊3日間ね、サバイバル生活をやっていこうと思います。今回のサバイバルのルールですが、水なし、食料なし。そして今回もこの食料に制限を設けます。食べていいのは危険生物だけです。12時になりました。サバイバルスタートです。早速やっていこうと思います。見てください。まずはね、こんな感じで漂流物が結構落ちてるんですよ。それを回収しながらベースキャンプ、寝床を作る場所を探していこうと思います。それじゃあやっていこう。見てください、こんな感じで漂流物がね、普通に落ちてます。こいつは船とかが使う部位だね。ほら、こっちにも落ちてる。どんどん探していきましょう。おー、いい感じの木材も落ちてるね。カラカラに乾いてて、これは薪に使えるね。うわ、でっか、このイカの子。私の手と比べるとこのサイズ。やはり島には化け物がたくさん潜んでるみたいです。待って、いいもん見っけちゃったよ。これ完全にまな板だよ。すげえ状態もいい。これは重宝しそう。見てください、アダンの実がなってますね。結構いい感じに熟してます。これはもしかすると夜になったらヤシガニが出てくるかもしれないです。皆さん、ここをベースキャンプにするならめちゃめちゃ良さそうです。地盤もしっかりしてるし、屋根もある。そして左手には粘土に使えそうな土がね、たくさんあるんですよ。こっから海のアクセスも非常にいいので決めました。ここをベースキャンプにします。軽く休む分にはこのまま横になってもいいと思うんだけど、さすがにこれだとゴツゴツしてて痛いと思うんで、細かい岩を取っ払って枯れ草をね、引いていきましょう。あー、だいぶ素晴らしいわ。これで夜は気持ちよく寝れますね。この島はハブがいるんですけど、これだけ海が近ければそうそう出てこないだろうと腹をくくって、今回はね、直火でやってます。寝床もバッチリできたんで、食材調達に行きましょう。ここはすごい浅いんだけど、向こうあそこ白い波が立ってると思うんだけど、あそこはね、サンゴのヘリ、いわゆるリーフエッジで魚が結構たくさんいると思うんですよ。なんでまずはささっと潜ってね、あのサンゴのヘリまで行ってみましょう。今回潜ったポイント、魚の数がマジでやばい。至る所に魚影が広がっています。早速岩の隙間に面白い生き物を発見しましたので、引っこ抜いていきましょう。岩に無理くり手を突っ込んで、いっ、ゲッチュ。捕獲に成功しました。こちらはクマドリ、非常に獰猛で食用にもなるお魚ですが、サイズが小さいので逃がしましょう。さあ、続けて海底のイソギンチャクの中に、あの可愛らしい生き物がいました。捕獲していきます。両サイドに網を囲ってじわじわと距離を詰めていきます。そうです、こちらはファインディングニモでもおなじみの隠れクマの実です。ゲッチュ、捕獲に成功しました。この子は危険生物ではないので、家に持って帰ってね、別の企画で食べてみようと思います。続けて少し濁りのあるエリアにやってきました。岩の下にいたのは奇妙な物体です。果たしてこれは何なんでしょう。裏返してみると分かります。そう、なんとこちらヒトデなんですよ。こいつはマンジュウヒトデというサンゴ礁にいるでかいヒトデの仲間です。続けても巨大生物です。海底にドカンと落ちているこの謎の物体、持ち上げてみましょう。こいつはバイカナマコ、沖縄では結構一般的に食べられています。漁業権の対象なので逃がしますが、なんといってもね、沖縄の生物たちってどいつもこいつも規格外のサイズなんよ。
さあ、いよいよ危険生物を発見しました。捕まえていきます。サンゴの隙間、何かいますね。よし、ギャッチュー、捕獲。おーっとっとい、残念、一瞬の隙をついて逃げられてしまいました。しかしこんなんでは諦めません。執念深く追いかけてもう一度挑戦していきます。そっと出口を塞いで、なかなか出てこないので手で行きましょう。ギャッチュー、こいつはでかい、食べ応えがありそうです。網で塞いでいきます。めちゃめちゃ暴れてますね。しかし安心したのはつかの間、網と網の隙間をスルンと抜けて猛スピードで逃げていってしまいました。どうやら網での捕獲には適していないようです。仕方がありません。再度追い詰めて別の方法で捕獲していきましょう。次こそは容赦しません。ギャッチュー、捕獲に成功しました。そう、網でダメなら素手で捕まえればいいじゃない。こうなってしまえばこちらの勝利です。巨大なエラブウミヘビ捕獲に成功しました。早速ベースキャンプに帰りましょう。はい、ということでね、巨大なエラブウミヘビの捕獲に成功しました。結構ね、いいサイズなんですよ。指3本分ぐらいはあるかな。こいつらね、エラブトキシンって言ってハブの80倍近い毒を持っているんですけれども、見ての通りね、口がちっちゃいので滅多なことがない限りこいつらからね噛んできません。それこそ今の私みたいにこちら側からねちょっかいを出さない限りは襲われるなんていうことはないでしょう。ただね、息継ぎの時によく水面に浮上するんで、それでね襲われたって勘違いしてしまう人が多いみたいですよ。こいつは特定動物といって生きたままの運搬ができません。元気なうちに食べちゃいたいと思います。それじゃあ火を起こしていきましょうか。お、こいつ使えそうだな。この中にベースキャンプの隣にあった赤土と海水を混ぜ合わせて入れて粘土を作っていきましょう。ここの崖の土をね、この中に入れていきます。バッチリ土が集まりました。海水を汲んでドバーッと加えてきます。はい、そしたらね、叩き潰しながら混ぜ合わせていきます。このね、岩のたもと、ここに焚き火台を設置するんで、軽くね平地をしてあげて、岩をなるべくね高さが均等になるように並べていきます。そしたらこいつらを塗りつけていきます。隙間を埋めるような形でね、熱が逃げないようにするね、重要な役割がありますので、しっかりとやっておきましょう。あとはひたすらこれを繰り返します。粘土を塗って岩を重ね、その上にまた粘土を塗り、平らな岩を引いて接着させていきます。 OK、 特製暖炉完成です。今回は火器とナイフのみ使用 OK にしてますんで、サクッとね火を起こしていっちゃいましょう。 OK、 バッチリ火がつきました。では早速ね、エラブウミヘビの調理やっていきましょう。生きた状態だと非常に危険ですので、の点をナイフでついて締めてあげます。ナムさん、皮をベリベリっと剥いていきます。はい、じゃあね、いい感じに炭ができてきましたんで、引き石を乗せてウミヘビを乗っけていきます。これでじっくりと火を通していきましょう。出来上がりが楽しみですね。皆さん、非常に残念なお知らせがあります。エラブウミヘビなんですけど、水を探してる間煙でね燻製にしてたんですよ。で、帰ってきたら綺麗さっぱりなくなってました。おそらく鳥か猫に持ってかれてしまったんだと思います。この島ね、結構猫がいっぱいいて、奴らにね持ってかれてしまったんだと思います。いや、サバイバル、敵はいろんなとこにいますね。悔しいですが、一旦切り替えて、朝見つけたアダンの実が生えてるポイント、もしかしたらあそこにヤシガニちゃんがいるかもしれないので、気を取り直して探しに行くことにしましょう。よし、切り替え切り替え。着きました。アダン畑いるといいんだけどな。探してきましょう。皆さん、面白い生き物がいましたよ。紫オカヤドカリ、天然記念物です。天然記念物は飼うのはもちろんなんですけれども、触ったりねしてもいけませんので気をつけてください。この紫オカヤドカリ、ヤシガニとほぼ生息地域が一緒ですので、ヤシガニに会える可能性はかなり上がりました。待って待って待って、いた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 、わー、見てください、ガチのヤシガニがいます。うわー、かっ
けーマジか。ゆっくり観察してたいんですけど、このまま上に行かれると届かなくなっちゃうんで、今振り落としちゃいます。挟まれないようにがっちりと背中を押さえてペガしていきます。うわすげえ力やばい。よっしゃー来た。やりました。サイズはそこまで大きくないんですけれども、狙っていたヤシガニ捕獲成功しました。こいつはもちろん危険生物です。このハサミ、うおー、こいつで挟まれたら指なんて一瞬でやられてしまいますよ。それに結構ね、何でも食べるんで、内臓は食べると中毒するケースなんかもあるんで気をつけてください。いやー嬉しい。こいつなんか怪我してて後ろ足の2本がないみたいです。もっと大きいやつを探したいところなんですけど、いかんせんね、もうお腹がペコペコなので、こちら早速調理して食べていきたいと思います。やった。では早速ヤシガニを調理していきましょう。そのまま火にかけるのはかわいそうなので事前に締めてあります。これを直火で焼いていきましょう。いってこい。 OK、 真っ赤に焼き上がるまで待っていきましょう。片面が焼けたらもう反対も。 OK、 バッチリ炭の中で焼き上がりましたんで揚げていきましょう。完成しました。ヤシガニの姿焼きですね。早速食べていきましょう。初日からヤシガニが取れるなんて思いませんでした。暑いのでね、気をつけて殻を岩でね叩きながら食べてきます。 OK、 ひびが入りました。そしたら身を割ってきます。うわうわ出てきた。うわいいね、肉厚の身が入ってます。それでは爪の身いただきます。ではこちらね、いただきます。わあジューシー。うまい。弾力感があってカニとエビのね間みたいな味がする。じゃあ続けてこのお腹のところをパカッと外していきます。腸管を引っ張り出します。ねえ、オーケー、デロンと腸管が取れました。食べてるものがやばい時はここにね有毒物質とかが含まれてるケースがあるんで必ず除去するようにしてください。そしたらペリペリね皮を剥いていきます。濃厚な味噌が詰まっております。うまそう。じゃあこちらねいただきます。いただきます。あ、苦い。あ、この個体は内臓食べない方がいいかもしれないです。非常に苦い。あ、苦っ。何食ってんのこいつ。うわ、いやこいつやばい個体でした。申し訳ないですがここだけ残します。結局食べれたのはヤシガニの冷た足だけか。だいぶ空腹です。ちょっとこれじゃ足りないんで体力消費は激しいですが、夜の海にね潜っていこうと思います。さあ真夜中の海に決死のダイブです。明日の朝ごはんをしっかりと調達したいところ。安全に細心の注意を払いながら潜っていきます。夜の海は昼間元気だった魚たちは眠り、夜行性の生き物たちが姿を現します。ウツボやサメなどもこの時間になると活動を開始しますので危険度増し増しです。例えば昼間ビュンと泳ぎ回っているカラフルなチョウチョウウオも夜になってしまうとこんな感じでね、あっけなく網の中に入ってくるんですよ。早速海底に面白い生き物を発見しました。狙っていきます。相当でかいですよ。ゆっくりと近づいて網を下ろします。いけ。あー惜しい。間一髪のところで無理やり網をこじ開けて逃げていってしまいました。しかしすぐ近くにまたしても大きな生き物を発見したので狙っていきます。寝ぼけてますね。両サイド囲ってギャッチュ。捕獲に成功しました。こいつはヤガラですね。毒生物ではないので観察して逃がしてあげます。だいぶ沖の方にやってきました。岩場をくまなく探索していきましょう。皆さん奥の方見えましたか？一瞬青色のボディが光っていましたね。息を整えて再度狙っていきましょう。よかった、まだいます。手前に網を配置して奥の方から押し出していきます。
ゲッチューは。めちゃめちゃ暴れていますね。こいつは偽観覧ハギ。沖縄ではトカジャーといって、その引きの強さからゲームフィッシングの対象として親しまれています。尾びれの棘には要注意。めちゃめちゃ鋭いので、刺さらないように細心の注意を払ってください。さあ、見るからにヤバそうな生き物を発見しました。捕獲していきます。奥の方に網を配置して腕を使って押し込んでいきます。よっしゃ、ゲッチュー。捕獲に成功しました。見てください、この見たこともない巨大で真っ赤なカニ。こいつは大赤ヒズメガニといって、シガテラ毒を保有する流通禁止のやべえカニちゃんです。最高の成果ですね。ベースキャンプに帰って今日は一旦休んでいくことにしましょう。はい、じゃあ初日無事終了しました。夜ね、虫刺されが怖いんで、長袖長ズボンで、顔もね、服ぐるぐる巻きにして、完全防備で休んでいこうと思います。おやすみなさい。2日目です。いや、ひたすら虫の歯音がうるさい。煙を散々まとったんで、だいぶマシな方だとは思うんですけど、だいぶきついね。とりあえず体がベトベトなんで海に入ります。3日間もあればそのうち雨が降るだろうと中をくくってましたが、浅はかな考えでした。全く雨が降る気配はないので、散歩がてら水を探していきます。何やら観光スポットのような場所にたどり着きました。熊谷洞窟と呼ばれる巨大な洞窟があるようです。探索していきましょう。あれ、行き止まりか。こっちか。わわわわわ、入れる入れる。ちょっと中見に行きましょう。うわー、すげえ。うわー、すごい広い。だいぶ奥まであるぞ。この熊谷洞窟は今から2億8000万年前のチャートが風や波によって浸食されてできたものと言われています。実はこの洞窟非常に神秘的なスポットで、日本神話に登場する雨の岩戸の一つとされています。この雨の岩戸は太陽神であるアマテラス大御神が隠れ、世界が暗雲に包まれた、いわゆる岩戸隠れの伝説の舞台なんですよ。日本にはいくつかこの雨の岩戸に該当する洞窟があるんですけれども、その中でもこの熊谷洞窟は最南端の地とも言われています。何かの跡があります。大量に岩が積み上げられてますね。見てください、厚い岩の層を通って水がね、落ちてきてます。すごいです。大自然が生み出した地下洞窟ですよこれ。いやー、この水飲みてー飲みてーけど、県指定の天然記念物なんで現状変える行為をね、禁止してるんですよ。なんでここにね、ペットボトルを置いて持って帰りたいところなんですけれども、別の手段を探しましょう。はい、ベースキャンプに戻ってまいりました。ちょっと遅めのね、朝ごはん、昨日取ったこの大赤ヒズメガニを使って作っていきましょう。見てください、このどでかい爪。確かに馬のヒズメのようなね、そんな爪をしてます。片足は取れちゃってるね。もうだいぶ前に自節したみたいです。これに挟まれたらさすがにひとたまりもないね。この大赤ヒズメガニなんですけど、昔ね、私の動画でやった赤モンガニと同じように魚とかをね、バクバク食べるんで、生物濃縮でシガテラを蓄積していることがあります。地域によっては毒があったりなかったり、そんなね、ガチャのような生き物なんですよ。まあシガテラが怖くて毒生物ハンターなんてやってられませんので、早速このね、ブリンブリンの爪、丸焼きで食べていこうと思います。はい、じゃあ焼く前から真っ赤っかだね、この大赤ヒズメガニ調理していくんですが、もう単純に丸焼きにしてしまおうと思います。よいしょ、あらよっと。にしてもすごいね、恐ろしい爪してるよ。 OK、 そしたらこのままね、じっくり赤色になるまで放置です。
じゃあひっくり返しますよ。うおー、見てください、焼けてるかわかんねー。よいしょー、いやはー、カゼ大赤ひずめガニの丸焼きです。早速食べていきましょう。まずはお腹をね割っていきましょう。ひっくり返して腹の付け根をね割っていきます。そうするとふんどしが取れました。これはオスですね。オスはふんどしの幅が小さいです。ふんどしが取れたら足を豪快に内側に折っていきます。オッケー、足が取れました。反対側も同じようにやっていきます。オッケー、そしたらこの一番大きいね爪も取ってきましょう。オッケー、ひずめのような巨大な爪取れました。反対側にひねります。うら、うわは、見てください、このブリブリの身。味噌も結構詰まってるんですけど、この部分が一番危ないです。今回は味噌は食べないことにしましょう。エラを剥がして、オッケー、あとはこれは食べるだけ。でもまずは初めね、これ食べたいじゃないですか。関節と逆側にひねってあげます。よいしょ、そうするとこんな感じで簡単に取れますよ。そしたらこいつなんですけど、普通には食えないんで岩を叩きつけて割っていきましょう。ふっ、パワー、あー、やりすぎた、やりすぎた、あー、いや、まあやりすぎましたがね、バッチリ食べられる状態になりました。皆さんもカニを叩き割るときは適度な力でやってあげましょうね。私も気をつけます。でもこんな感じでホロホロのね身がいっぱい出てきます。大赤ひずめガニいただきます。うまい、これはうまいぞ、めちゃめちゃうまい。よし、次こそは失敗しない。今度はちょっとちっちゃめの石でね、いきます。こんぐらいでいいんだ。やりすぎたね、完全にさっきね。ほらどう、これうまくいったんじゃないの。次こそは見て、ちゃんとやれば俺だってこんぐらいできるんですよ。じゃあこちらいただきます。身をグリンと外して、ほら見てこの肉厚さ、半端ないよ。いただきます。ああサバイバルだよね今。めっちゃうまいんすけど、なにこれ、半端な、マジでうまいカニだよこのカニ。食べるところもしっかりあるし、味もすんごくいい、甘いし、カニの旨味もねちゃんと詰まってる。完食、ごちそうさまでした。いやーめちゃめちゃうまかったな。じゃあ出かける準備をしましょうか。せっかくなんで2日目は初日とは違った別のフィールドで潜っていくことにしましょう。トトロに出てきそうな道を抜けていくと、あっという間にフィールドに到着です。 OK、 準備完了ですね。食材調達見に行きましょう。果たしてこのポイントにはどんな生き物たちが住んでいるのでしょう。体力の温存も意識しながら潜っていきます。このポイント結構濁っています。視界もそこまで良くないので、夜の潜りに備えて魚がいそうなポイントを事前に把握しておくことにします。とはいえせっかくなので生き物たちとの駆け引きも楽しんでいきましょう。まずは岩の下、何やらカラフルなお魚がいるようです。捕獲していきます。奥の方にセットした網に向かって押し出していきましょう。 OK、 ゲッチュー、捕獲に成功しました。このお魚の名前は角出し。ファインディングニモに出てくるギルのモデルになっているお魚です。こいつは毒生物ではないので別の企画で食べていきます。さあ続けて猛毒生物を発見しました。何やらブチ模様のお魚がお休みしています。そっと網を近づけて、惜しい、あと少しでしたね。さあまたもや岩の陰に可愛いお魚を見つけましたよ。ゲッチュー、タヌキのようなキュートなお顔が出てきました。こいつは黒天フグ、皮膚にも身にも毒のある食べられないお魚です。観察して逃がしてあげます。さあ続けて画面中央から上に向かって魚が逃げていきました。追い込んでいくことにします。逃げられないようにゆっくりと近づいて、魚が逃げ出しそうな奥の方に網をセッティングしていきます。そしたら手前から
つついて刺激してあげましょう。出てきました。よっしゃ、ゲッチュー。捕獲に成功しました。奇抜なカラーリングをしておりますね。このお魚はムラサメモンガラ。サイズが小さいので逃がしてあげます。さあ続けて、沖縄らしいお魚が岩の陰に隠れていました。狙っていきます。画面端にちっこい毒生物も映ってますね。しかしターゲットはこいつではありません。岩の奥から黄色いヒレが見えていますね。こいつがターゲットです。網を差し込んで逃げ場をなくします。ギャッチュー、出てきましたね。捕獲に成功しました。こいつはトゲチョウチョウオ、沖縄の代表的な熱帯魚の一つです。残念ながら毒はありません。ある程度魚が隠れていそうな場所の情報収集ができました。一旦陸に上がり、体を休めつつ水を探しに行くことにします。はい、それじゃあね、日没も近づいてまいりました。全くね、水が手に入らないので集落のある南側に向かおうと思います。あっちに行けば昔使用していた井戸などがあると思うので、そこでね、しっかりと水を回収していきたいと思います。標識ですね。マーガ、これでマーガって読むんだ。おそらくここに水源があるはずです。行ってみましょう。本当にあるかな。なんか泣いてるね。ハブとかもね、いるんで、マジで気をつけんと。これか、なんかあるな。目の前に四角い建物があります。足元に注意しながら進みましょう。カエルがゲコゲコ泣いてるんで、確実にハブがいるはずです。わー、ありました。井戸というには少し忍びないですが、正真正銘の真水ですね。オッケー、水確保ですね。マジであのまんまだったら何も手に入んなかったからね、ラッキーです。これを何セットか組んで持って帰って煮沸して飲んでいきましょう。あっという間に暗くなってしまいました。逆にこの暗くなった今がチャンスです。夜の海に潜っていきましょう。さあ夜の海、ここからが本番です。昼間インプットした地形をもとに魚を探していきます。海底に何やら物々しいオーラを感じました。やはり正体はサメでした。この時間になるとサメたちも活発に泳ぎ回ります。こいつはわりかし安全な種類なんですけれども、やべえサメと遭遇する可能性も格段に上がっていますので、短期決戦で獲物を見つけていきます。さあエンジン上げていきましょう。岩の陰に何やらカラフルなお魚を発見しました。狙っていきます。画面中央上にご注目。黄色い頭が見えています。出口を塞げば、あとは勝手に向こうから出てきてくれます。はい、いらっしゃい。やっちょ、捕獲に成功しました。こいつはミヤコテングハギ。尻尾のひらひらが超綺麗です。さあ続けて、昼間逃げられたあのお魚にまたもや遭遇しました。捕まえていきます。全く逃げる気配がありません。ギャチュー、捕獲に成功です。こいつは筋肉も身も猛毒のサザナミフグです。食べることはできませんが、友人がこいつをフグ提灯にしたいというので、今回は持って帰ることにします。さあまたもや海底に毒生物を発見しました。ゆっくりと近づいて捕獲していきます。見えてきました。2匹います。よし、ギャチュー、捕獲成功です。完全に寝ぼけていますね。このお魚の正体はアイゴです。食べてもよかったんですが、持ち帰りの時に刺されると面倒なんで、今回はもっと大物を狙っていくことにします。皆さん、いよいよ激ヤバな生物を見つけました。岩の陰に巨大魚が隠れています。バレないようにそっと近づき捕まえていきましょう。でかすぎる。網を突き破られそうですが、もうここまで来たら引くに引けません。ゴリ押しです。よし、入った。すかさずフレームを押さえに行きます。やばい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 。信じられません。恐ろしいパワーで網を抜けてしまいました。すかさず網で囲って、そのままフレームを押さえます。やっちゅう、捕獲に成功しました。このお魚は南洋ブダイです。伊平屋島では美味しい魚として親しまれているんですが、東大の水産科学研究室が行った調査では、この南洋ブダイもシガテラを保有する可能性があると実験的に認められています。いやー、めちゃめちゃ嬉しい。すぐさま陸に上がりましょう。はい、ということでね、見てください、捕獲に成功しました。網も破かれてね、めちゃめちゃ大変でしたけど、こちら今日一の収穫です。ちょっと今日はもう調理間に合わないと思うんで、明日ね、美味しくいただこうと思います。いやー、夜潜り素晴らしい成果でした。これで明日の朝食は万全です。それじゃあね、もうヘトヘトなんで、ゆっくり休んでいこうと思います。おやすみなさい。よし、また虫たちとの戦いです。
完全防備。3日目、めちゃめちゃ晴れた。まずはバカ喉乾いたんで水を作りましょう。では昨日汲んできたこの井戸の水をろ過して煮沸しましょう。漂流していたペットボトルの端を切ります。 OK。 そしたら私の着てるこの上着、こいつを口のところにキュッと引っ掛けます。そんでもって寝床に落ちてた漂流ロープをぐるぐると巻きつけていきます。そしたらろ過フィルターの一番下層の細かい砂を入れてきます。海岸の一番目の細かいやつを使いましょう。これを半分ぐらい入れてきます。 OK。 そしたら続けて少し砂利っぽい砂も入れてきます。よいしょよいしょ。 OK。 そしたら最後にさらに目の粗い砂を入れて完成。よいしょ。上からもう一回私の服で蓋をしてロープをぐるっと巻いてきます。よし、特製ろ過装置準備完了です。そしたらここに汲んできたね井戸水を入れてろ過していきます。少しずつ垂れてきてます。砂の部分に吸収されてしまうんで汲んできた水をねどんどん追加で入れていきましょう。ほら少しずつろ過水が溜まってきてます。じゃあしっかりと固定してこの状態でしばし放置。では完成したこちらのろ過水を漂流していた缶に移していきます。そしたら蓋をして火の中に入れていきます。よし。そしたら炭をかぶせて沸騰させていきます。この状態でしばし放置。30分くらい放置しました。もういけると思います。飲んでいきましょう。海水で冷やしていい感じにぬるくなってきました。それじゃね、久々の水分補給いただきます。ああ、真水うま。これで水も一安心です。そんじゃね、朝ごはん作っていきますか。よし、では昨晩取れたこの特大の南洋ブダイを使って朝食を作っていきましょう。ピチピチ新鮮、まだ死後硬直始まったばっかりです。見てください、この口半端ないよね。そりゃ網も破られるわ。これでバリバリと甲殻類などを噛み砕いて食べるわけです。はい、じゃあ早速ね調理していきます。このねうっすらグレーの模様があるでしょ、これ一個一個が鱗なんですけど、この幅なんですよね。で試しに一個取ってみましょうか。見てください、このサイズですよ。500円玉ぐらいの大きさあるんですよね。これをひたすら剥がしていきます。包丁だとねめんどくさいんで漂流してたこのペットボトルの蓋、これ使っちゃいましょう。ほら見てこれ、半端ないよ。よっしゃ、半身が取れましたよ。すごいね。そしたらひっくり返してもう反対もやってきます。オッケー、よし取れました。で今ね周りにねすごい香ばしい匂いが漂ってるので表面のヌメヌメも洗い流していきましょう。バッチリね鱗が取れました。そしたら3枚におろしていきましょう。まずは頭ね、ちょっと入れて、反対側、オッケー、巨大な頭が取れました。このねブダイは口の奥にもう一個ね咽頭歯と呼ばれる食べたいものをすりつぶすためのね太い歯が入ってたりするんですよ。では3枚に下ろしていきます。ラインが入ったら骨に沿って切ってきます。オッケー、半身が取れました。よし、じゃあこいつを使ってね最後の晩餐やってくんですけど、そうだな、ちょっとさすがにこの量一人じゃ食いきんないんで、半身は本土にねお土産で持って帰ろうと思います。こっちを調理して食べていきたいと思います。ここザクッといっちゃいましょう。こっちのお腹側の身はそのまま焼いて食べましょうか。竹の先端を
鋭利に尖らせて刺してきます。よいしょ。串焼きの準備完了です。じっくり焼いていきましょう。 OK、 これでしばらく放置。この背中側の身ね、皮を引いてきます。オッケー、皮が引けました。美味しそう。よっしゃ、じゃあね、こちら切って盛り付けていきましょう。お刺身サイズにね、包丁を入れてきます。お刺身完成。美味しそうだね。焼きもいい感じですね。盛り付けていきましょう。よいしょ、よし、いいよ。ドーン、豪華三点朝食盛り完成でございます。まずはこちらピンク色に輝くお刺身から食べていきます。いただきます。これはね、あんまり美味しくないな。油は全然乗ってないんだけど、独特の癖があるな。お醤油も何もつけてないっていうのもあるんですけど、どちらかというとね、魚特有の味なんだろうな。これは、べっこう漬けとかにして食べたら美味しいんだろうなっていう感じの白身です。じゃあ続けてね、串焼きいただきましょう。旨味がないのと、他のブダイとかにはない謎の風味があるな。いやでも腹減ってっから全然食える。やっぱりサバイバルやると醤油の偉大さに気づく。じゃあ続けてね、こいつやっていきましょう。兜焼き、この頬のとことかね、すごい筋肉ありそうなんだよね。ほら、うわ、お、出てきましたよ。ほら、食べれそうな身が出てきました。この頬の身を剥ぎ取っていただきます。ん、ここはうまいぞ。うん、頬の身めちゃめちゃうまい。やっぱりバリバリ甲殻類を噛み砕くためにしっかり使い込んでるから、弾力感もあるし味もしっかりしてるわ。エラの付け根にもたっぷりこの茶色い身が入ってるね。この茶色いとこがうめえんじゃねえかな。やっぱり首の付け根のところのお肉ですね。いただきます。うわ、やっぱりこれうまいな。この首の付け根最高にうまいよ。グッド、ベリーグッドマン。じゃあ最後ね、この頭の部分もいっちゃいましょうか。お、わ、コラーゲンっぽい身がねブリンと出てきた。でもね、色が青くて気持ち悪い。しっかりと剥ぎ取って、うわ、ずるずる。待って、このコラーゲンの下にもね頭肉が入ってる。うわー、すごいすごい。でもみんなが気になるのはこの先端のねずるずるのとこだよね。いただきます。まずっ、これダメだ。ごちそうさまでした。いやー、美味しいところは美味しいんだけどね、全体に対しての割合が少なすぎる。そんじゃね、腹ごしらえも済んだんで片付けをしていきましょう。12時を回りました。よっしゃー、2泊3日伊平屋島危険生物だけでサバイバル生活無事達成いたしました。人は危険生物だけで沖縄最北端の島でもサバイバル
できることが分かりました。めちゃめちゃ濃い3日間でした。海も綺麗だし、生き物もめちゃめちゃたくさんいて、手つかずの大自然を十二分に堪能することができました。島のうまい酒でも飲みに行こうと思います。卵入ってる。これうまい。これ熊の実でやろう。